ケイちゃん。ケイちゃん。ケイちゃん、もう大丈夫よ。大丈夫。きっとあなたを。どうしたんだい？さっきの悲鳴は何事だい？サクヤさん、無事かい？ケイ、一体何が？そいつは…サクヤさん、この人は違うの。この人は私の…とにかく、この人は私を助けてくれたの。私が襲われた。そんなことは分かってるよ。ち、嫌なやつを思い出しちまったよ。なあ、あれは違うんだろ？え？あれって…あんたにはお聞きじゃないよ。なあ、この蛇は違います。やつはちゃんと封じられているのかい？あの子についた分け御霊を別にすれば。真由美が行っちまったから K をどうするかで頭がいっぱいだったんだけど、そっちも近いうちに手立てを考えないといけないね。あの子もこの地に来ています。そりゃあ、おっと、今はこのもどきを何とかする方が先だったね。サクヤさん、これはまやかしの産物ですから。私が。力は大丈夫なのかい？あんたの力が尽きたら終わりだ。この程度なら特に影響は。なら任せるよ。K
ケイ、こっちに来な。よしよし、怖い思いをさせたね。でも、もう大丈夫だ。見てみな。咲夜さん、なんだい。咲夜さんはあの人とは知り合いなの？あいつはね、この家と関わり深い神様みたいな存在なんだよ。それって守護霊みたいな感じ？個人についてるわけじゃなくて、土地に寄ってるわけだけどね。それじゃあ、あの人は私のご先祖様？身内には違いないけど、あいつはあんたの先祖じゃないよ。ケイ、大丈夫、平気。そうか、それなら。気をつけな、奴らが来るよ。そこにいるんだろ？覗き見なんて趣味の悪いことしてないで、堂々と姿をお見せよ。そうね。
ごきげんよう。皆様10年ぶりかしら。姉様、皆ではありません。浅間の長の孫娘とは。そうね、どれぐらいぶりになるかしら。ふん、そんな大昔のことは忘れたよ。そうだったわね。あの時あなたは幼かったもの。そういえばあの時御影はまだだったわね。はい、姉様。それなら初顔合わせになるのかしら。ご挨拶しておきなさいな。私は御影、のぞみ姉様の妹です。よろしくしてあげてちょうだい。同じ不出来な子ですもの。仲良くなれるんじゃないかしら。ちっ、でも本当にまた会えて嬉しいわ。こっちは嬉しくもなんともないよ。あんたらはこの世から消え失せたものとばかり思ってたんだ。それを今さらのこのこと。あら、あなたが今さらだなんて言うの。間に合わなかったあなたが言うの。今だって遅かったものね。この代わりの柱が来なければ間に合ったのかは怪しいところ。柱？そう、あなたは知らないの。あなたの家が祀っている柱が一体何なのか。10年よりも前のことは何も覚えていないから、何も思い出せないから。私本当にあなたたちとも会ったことがあるの？